三条市のスーパーマルセン。ありました、玉ねぎです。こちら一袋税抜き248円ですが、去年と比べて仕入れ値が3倍になっているということです。先月頃から価格が高止まりしている玉ねぎ、市場に出回る数が少なくなっています。昨年がかなりその新玉ねぎが安かったというところで、今年その農家さんが作付けする量が2割3割減というところで、そもそもの出荷量自体が少なかったことが大きな原因の一つです。マルセンでは仕入れ値が3倍に跳ね上がる中、販売価格を2倍程度に抑えています。そうですね、我々のもとにいただける利益というのはどうしてもほぼないような状態になってしまってまして、それでも玉ねぎはやっぱり日々使う食材ですから置かないわけにはいかないと。なので玉ねぎで今利益をいただくっていうことは考えておりません。あ、高いですね。はい、いろいろ世の中ね今大変みたいだからしょうがないですよね。高けたってもさ、時期のものを食べたいじゃん。今のところ流通量が増える目処は立っていないと言います。北海道産の玉ねぎが主流の時期になってくればまた少しは好転するんではないかという期待感も一部で持ってます。よいしょ、これで7キロ分ですかね。玉ねぎが欠かせない料理といえばカレーです。上越市でカレーの移動販売をしている松永義隆さん、週末のイベント会場などに出店していて、多い日は1日70食近くが売れるといいます。大量のカレーを用意するのに毎回7キロ近くの玉ねぎが必要です。あんまり揃えなすぎないで、これで100人分の元ですね。なので失敗できないですね。でも今玉ねぎ高いし。仕入れ先の地元のスーパーにも変化が。爆発的に高いですね。爆発的に高いです。販売店の方に箱でも入ってこないような状態になっていてしまって、でそれを小分けにして袋で売ってくださるっていう感じになっていて。カレーは700円から800円程度で販売。原材料の高騰に苦しみながら値上げは考えていません。オープンしたてでもあるので、できるだけ今の値段を保ってギリギリでもいいかなと思ってやってます。強気ですね。はい、完全強気です。身近な食材の思わぬ値上がり、影響はしばらく続きそうです。